酢酸ゲラニルとは、モノテルペンに分類される、天然物で、芳香あるいは果実臭の無色液体である。酢酸ゲラニルは、セイロンシトロネラ油、パルマローザ油、レモングラス油、プチグレーン油、ネロリ油、コリアンダー油、人参油、ササフラス油など、60種以上もの天然精油の成分である。酢酸ゲラニルはこれらの精油から分別蒸留により売ることができる。また、酢酸ゲラニルはエステルなので広く分布する天然テルペノイドのゲラニオールと酢酸とを縮合反応することで半合成的に製造することもできる。酢酸ゲラニルの主な利用は石鹸やクリームの香料成分や他の香料の原料である。また、バラに甘いフルーティーな香り付けやシトラスの香り付けをする際にも利用される。アメリカ食品医薬品局の化合物リストでは、酢酸ゲラニルは一般には安全と認識されていると評されている。動物実験での半数値資料は、ラットへの経口投与で 6.33g/kg。消防法による第4類危険物、第3石油類に該当する。合成香料科学と商品知識、インド芸一著2005年増補改訂化学工業、日報社 ISBN4 から87326から 460X 法規情報。ありがとうございます。